ピアンズは今年発売から11年目を迎え、パンフレットも新たにリニューアルしました。これからピアンズアイテム新コンテンツについてご紹介していきます。まずは家づくりトレンド2020ということでまとめております。この1年であっという間にニューノーマル提案は当たり前となりました。また昨年から引き続きおうち時間を楽しむライフスタイル提案は各社で取り組みが広がってきています。特におうち時間の楽しみ方は住まい手のユーザー様ご自身でも工夫されて広がりを見せているようです。いくつか具体例を挙げますと、部屋のさまざまな場所にグリーンを取り入れる、好きなものを飾ることイコール癒しといった工夫、家族で過ごす時間を大切に考えるなどです。このような背景から2021年ピアンズのテーマはナチュラルに心地よく暮らすとしました。植物、家族、好きなものをキーワードに展開していきます。ピアンズアイテムについて詳しくご紹介していきます。ピアンズは元気のファインと、いつでもエニタイムよりいつも元気を意味するネーミングとなっております。家族のつながりを大切にし、自分らしい暮らしを楽しむ子育て世代をターゲットに、ナチュラルな生活空間を提案するシリーズとなっており、7つのアイテムで構成されています。まず1つ目は、エントランスに属する勝手口ドアです。この勝手口ドアは、室内のデザインと使いやすさにこだわった商品となっております。ドアにはマルチバーがついており、ミトン、ドライフラワーや小物などお気に入りをかけることができます。パネルはマグネットが付けられる後半パネルとなっております。また、室内への採光や通風、換気に便利な打ち倒し窓が断層できます。現在は計算仕様のみの設定となっており、内観カジュアルホワイト、外観ホワイトの組み合わせが一番人気です。次に、サッシの窓周りアイテムに属する飾り棚ユニットです。窓辺に小物や植物といったお気に入りを飾って楽しむことができる額縁と棚板のユニットです。対応の窓紙は、マデオシリーズのこちらに記載してあるタイプです。現在、額縁はアルミタイプ、ホワイト色のみの設定となっております。棚板は取り外しが可能で、お手入れもしやすい、ガラスとアルミの2種類の設定です。棚板の耐荷重は 3kg で、小ぶりの鉢植えなども置くことができます。次は手すりユニットです。手すりユニットは、階段用手すりと吹き抜け用手すりと壁付け用手すりの設定があります。アルミ格子によるオープンな手すりユニットで、開放的な階段や吹き抜けの空間作りをお手伝いします。アルミ格子の表面にはリブを施し、軽快な印象とし、木手すりとの組み合わせでナチュラルな雰囲気を醸し出します。次はオープンカウンターです。壁の空きスペースを有効利用し、お気に入りのものを置いて飾って見せる収納です。カウンターの奥行きは2サイズ、幅は4サイズと空間に合わせて選べるサイズ設定です。アングルは黒と白の2色、
カウンターは6色と無塗装からお選びいただけます。次に、鋳物ハンガーです。吊るして飾ることができ、使用用途に応じて選べるように5タイプ設定しております。A タイプと B タイプは、玄関ドアナツレシリーズとリースフックと同じデザインです。C タイプは、コートハンガーとしておすすめのデザインです。D タイプと E タイプは、取り付けの台座が小さいので、窓枠にもお使いいただけるデザインです。色は黒と白の2色設定で、発売以来大ぶりの E タイプの黒が一番多く出荷されております。次は室内アクセント、ピックス窓です。優しい色合いのステンド調ガラスが壁面に彩りと室内に柔らかな光を取り込みます。枠はリベルノと同じ7色設定となっております。最後に風抜き格子です。先ほどの手すりユニットとコーディネートいただけるデザインとなっております。壁面にテイストを加えることで空間を緩やかにつなげ、家族の気配や風を感じることができます。ここからは新コンテンツについてご紹介していきます。昨今のライフスタイルを反映する形で、パンフレットやホームページをリニューアルしました。では、パンフレットのポイントについてご紹介させていただきます。パンフレットを開くと、コンセプトの説明と、植物と暮らす、家族と暮らす、好きなものと暮らすの3つのキーワード、アイテムをご紹介しています。今回、パンフレットに、フィアンズ勝手口グドアをご採用いただいている、ルームクリップユーザー様へのインタビュー記事を掲載させていただいております。家づくりへのこだわりが詰まった内容となっております。続いて、施工例ページを見開き2ページにわたってご紹介しています。ブラック色の施工例は、それぞれの時間を心地よくというテーマで、テレワークをしている30代リンクスの休日シーンが表現されてあります。同じ空間で、おのおのの趣味を楽しんでいるワンシーンとなっています。合わせて、住宅外観も載せて、住宅全体像が想像いただけるように工夫しています。こちらのホワイト色の施工例は、家族でおうちキャンプということで、4人ファミリーの休日シーンが表現されています。コロナ禍で休日もお家で過ごす方が多いと思います。鋳物ハンガーなどを使ってお部屋を飾り付けてキャンプ気分を味わうというような今では身近となった生活シーンです。最後のページは関連アイテムのご紹介になっています。これまでのフィアンズ商品の空間提案に加え、フィアンズと相性の良い関連アイテムも合わせた玄関周りからお部屋までトータル提案にも対応しております。フィアンズパンフレットはこのような構成になっていて、商品アイテムごとの詳細はホームページにてご確認いただきたく、QR コードを2箇所に載せました。1つは裏表紙にある QR コードですが、こちらはフィアンズアイテム商品ページにリンクするようになっております。もう一つはパンフレット9ページ目の QR コードで、こちらは関連アイテムについてリンクするようになっています。ご関心のあるお客様には、ぜひホームページまでアクセスしてもらえるようにご紹介いただければと思います。フィアンズパンフレットは、弊社ホームページよりご請求いただけます。
おうち時間を楽しむ商品アイテム、フィアンズをどうぞよろしくお願いします。